やっていきましょう。桜大戦3、パリは燃えているかですね。やっていこう。始めたらなんか、キネマトロに通信来たな、突然。これ時間帯イベントみたいなのあんの？何？押してないんだけど。はい、大神さん。いますか？コクリコに勝ったから。クイズに勝ったから。これから大神さんに、楽しく休日を過ごせるようにお知らせしたいのですが、はい。ん？どういうこと？一回見なかった、これ。大神さん、情報が入りましたので、よくお聞きください。ほう。ブルーメール邸で、あー、クイズができるとのことですが、行ってみてはいかがですか？あ、こういうの教えてくれるんだ。それでは今日はお休みですから、思いっきり遊んできてくださいね。あ、こういうのあるんだ。案内してくれるんだ。へー。丁寧になったね。じゃあ行ってみるか。ほい。でね、ちょっとね、関係ないんだけどさ、最近俺は気づいてさ、桜大戦のアニメって複数あるんですね。なんか、前俺が見たのはテレビ版だったから、なんていうの？あっちはあっちの世界があったんだけど、ゲームの桜大戦1準拠のアニメがあって、ちょっと1話だけ Amazon プライムで見れたんで見たんだけど、よかった。よかった。なんか、桜ちゃんが定期に来る前は描いてたんだよね。そしたらなんかさ、やっぱなんか、覇者牽制、王家方針を打てなきゃ、なんか、状況させませんみたいな感じの状況だったんだけどさ、あれは、やっぱり覇者牽制、王家方針は、まあ、一子相伝というかお父さんから受け継いだ技だけど、あれって、人で撃てるんだ。人の体で撃てるんだね。人の身であの技を宿すことはできるんだね。宿してたからびっくりしたわ。そういうことなんだね。だったら熱き血潮にのあれはよくわかったな。はい。やっていきましょう。おや、大神。第一の試練を乗り越えたザバスね。ちょっと待って。第二、第三ある雰囲気やめろ。まあ、あるんだろうけど中級だから。タレベさん、第一の試練って何のことですか？大神のために、当家の伝統あるクイズを用意したザマス、話聞いてる？これから出すクイズに10問連続で答えるザマス、いいよ。オッケー、話聞いてるこの人。わかりました。受けて立ちます。よろしいザマス。それでは、大神、行くザマスよ。良いザマスか？いいよ。さあ、来い。はい、問題を出すザマス。ナーデルの蒸気獣の名前。え？ノクトゥルヌス。ノクトゥルヌ。オッケーオッケーオッケー。ノクトゥルヌね。マルシュが持ってる特殊な声、股間から出す。違う。え、コーブをゲットです。え、こんなんあった？こんなんあった？そんなんあった？知らないんだけど。股間から銃じゃないの。ダイニアで国力の力はなぜ解放されたざますか？え、信じてた人に裏切られたから、合ってるか。カチュア様だっけ？あれでいいのか。大神が初めてシャナワールに行ったとき、お土産もらったのはオルゴールじゃなかった。キネマトロ？オルゴールだよね。オッケー。第4話でナーデルはロベリアに何と引き換え世界の半分。あるじゃねえか。あるじゃねえかよ、ちゃんと世界の半分。選択肢として。オッケー。ノクトゥルヌの必殺技、レーフルール・デュ・マルの意味は知らないよ。悪の花かな。悪の花っぽくない？毒の尻尾かな。悪の花か。いい名前つけてんな、必殺技に。アイテムクイズ。はっ。エリカが癖でいつも手を当てている場所は、いつも手を当てている場所、いつも手を当てている場所、いつも、はっ。なんで出したんだ。タレブさん変装するのうまくね。え、どういうこと。手を当てている場所、それはわかる。これ中級だもんな、このレベルが。おっけ、来い。クレールホルトはどのような目的？長距離輸送用。敵地。え、あれは、あ、そっか、ホルトか。エクレールじゃないのか。エクレールホルトか。オッケー。強襲作戦用ね。オッケー。なんだろう。なんか、繰り返してくれたな。そんなに種類はないのかな、この感じだと。ヒゲを生やしていないのは、エビアンだね。オッケー。これはわかりやすい。コルボーの操るカラス型蒸気獣は、セレナード。え、3本にもあるか？オッケー、セレナードね。3本にもそれっぽいな。力はなぜ解放された。信じてる人に裏切られたから。オッケー。割と世界いけんな。親方様と、コロシアム、マストの上。割と簡単だな。初級まで難しかったイメージはある。
始祖の御一家を守った貴族はダニエル公ムニエル公と戦わせたいダニエル公だな。オッケー。お次は映像クイズ。2枚の映像を見て答えるざます。花火ちゃん泣いてる、泣いてる。リリカちゃん関係のあるキャラクター。コルボーでいいんだよね。他の時いないもん、花火ちゃん。そもそもそうだよね。あ、まあ、いないわけじゃないか。2戦目があるか。何を引き換えにパリの半分。オッケーオッケー。そんな難しくないな。ポーンのカラーリング知らない知らない。赤ラインとかなかったでしょ。うわー、これは難しい。今のは難しいよ。カラーリング問題やめろよ。それ第何話の花の背景はとか桜大戦1であったな。クソ難かったな。何の花かわかんねえよっていう。そもそも耳をつけるのはエリカとメルさんと誰ざますか。耳をつけてる。え、エリカじゃないの。エリカいるじゃん。ちょっと待って待って、問題文にエリカいるのにエリカを選択肢に出すなよ。メルちゃんか。メルちゃんいたいわ。メルちゃんつけてたかもしれないけど。あ、うなんだこれ。メルちゃんがつけてる。シッちゃんがじゃん。シッちゃんだね。オッケー。お次はタイトル。花燃えるデート。これだね。花燃えるデートね。2話だった。2話だった。え、パリは花の国だった。欧州は花の国か。くそー意外にむずいな。特殊な攻撃ね。股間から銃を出すという。蹴り飛ばすと動けなくなるんだっけ。なんかそんな感じでやってきたっけ。そういや、首につけているもの、チョーカーだった気がするけど。オッケーオッケーオッケー。8話、覚醒後神戸府。特徴は羽が生えた。羽生えたな。もともと羽生えたな。行動値が増えた。特徴なのかそれ。戻ったんだよね。増えたっていうか戻ったって書いてあった。結構むずいな。オーク巨樹の絡み手で次のうち実在ってなんだよ。いや、わかんないよ。実在ってなんだよ。ちょっと待って、よくわかんない。今の質問はいつもの今の問題何。全くわかんなかった。絡み手って何そもそも。あ、ラスボスが使ってきたやつか。なんかやってたっけ、そんなの。え、パリの半分。結構スケール ちっちゃいね、ナーデル様。世界の半分くれないんだもんな。パリなんだもんな、あくまで。スケール感がちっちゃい感はあるけど。シゾウ様来ないね。なんか、怪人の問題来るのにさ。思い出クイズ。ああ、ケーキ、千年。死刑宣告。これだな。死刑宣告書だね、もう。わけわかんねえけど。お次はマップ。新しいパターン増えてきてるな。時間進むから迷惑やな。きゃこの間。はい、今左下誰が入った。コクリコは何人。コクリコはやっぱ今のコクリコか。なんであれだ、コクリコっぽくないと思った。そうだよね。なんか左下入ってたのあれ誰だと思った。コクリコっぽいけど帽子かぶったと思って。しーちゃんね。オッケー。なんでコクリコが2人いるの。そういうのやめてよ。そういうのありか。ヒゲを生やしてないのはエビアン。オッケー。クイズはね、変わらないのはね、温情だよね、レッドの。映像記憶クイズ。うわー、それ苦手。あー、待って。真ん中にあった。テーブルに乗ってなかった。スープ、いや、だから、あれが何なのか不明なものが多すぎるな。サラダかな。うわー。何なのか不明すぎるんだけど、ちょっと説明してくれたけどさ、鳥の唐揚げだったかなんか。鳥の唐揚げじゃないんだっけ、あれ。そもそもなんだっけ、わかんねえよ。元がわかんないんだよ。もう同じ攻撃ばっかしてきやがってるよ。注文って意外に多いんだな。まあでも全然いけないことはないよ。ノズルの数4つだった気がする。8もない気がする。うえ、6か。じゃあ6か。そんなにジェット噴射ついてた。そんなついてたかな。難しすぎる。中級このレベルだもんな。上級どうなんだよ。シューズのかかとが折れたのはアイリスだね。オッケーオッケー。
いや、1の時も苦戦したら1時間ぐらい分かんなかったっけ。そんな記憶があるもんな、上級、あやめさんの上級問題。すげえ苦戦した記憶あるもんな。大魔王が。エッフェル塔でアイリスが放った日。イリス、これ、どれだ、イリスから始まるのは分かるんだけど。くそ。イリス、なんとかワールみたいな感じだった気がするよな。あ、シゾウ来た。シゾウ。あ、シゾウさんここ来たよか。あ、違う。ダニエルコだった。くそ。くそ。中級でこれだもんな。手強いな。アイテムクイズね。はい。デイゲキの写真。何や、ポケベル。大神の服。チラシ。チラシだよね。シャノワールのチラシ、エリカちゃんからもらったから行ったんだもんね。オッケーオッケーオッケー。そうだね。それでシャノワールに行ったんだもんね。そもそも。パリの半分ね。微妙に変えてきたりしないから、まあ、選択肢の位置は動いてるから。その分楽だよね。日本刀でいいよね。リッシュと、まあ、変装したレオンとね。オッケー。いや、これわかんないって。6でいいかな。8もついてる。そんなにブースターいっぱいある。オッケーオッケーオッケー。そこまで多くなかった気がしたもん。どっちだ、左腕か向かって右側だった気がする。オッケーオッケーオッケー。俺から見て右側だったから。これはいいね。こう。さあもういけそうか、このペースでいけば。たまにも難しい問題ぶち当たんだよな。ダニエルコーね。せっかくにはダニエル教ね。ムニエル校と混ざってきてるな、やっぱ。いや、わかんないって。ティフォンは違うでしょ。トールかな、違うな。トール、あれか、敵の名前か、絡みてって。とか、トールっていた、あの、宇宙人みたいなやつだ。ウルトラマンで出てくる宇宙人みたいなやつか。なるほど、あいつの名前のことか。あれ、絡みてっていうのか。そっか。キネマットの通信、バツボタン。はい。これ簡単。何回も出てきたからね、これは。ナーデルはノクトゥルヌス。後のノクトゥルナッチャンなのかな、ナーデル様。そういうとこなのかな。名前絶対持ってきてるよね、ノクトゥルヌスって。オランジュか、じゃあ、そうなると。オッケーオッケー。でも、オランジュもどっかでできた名前だよ。あ、クリちゃん練習した。待って、タリブ、ここは私に問題を出させて、なんでだよ、本人かよ。ご本人登場かよ。貴公たちがメイドとして、私が屋敷にいたとき、エリカがハマっていたものはバケツだよ。決断。ハマってんじゃんか、現在進行形で。やるな、正解だ。よく覚えていたな。そういうパターンな。グリちゃん本人が来るパターンとかあんの？そんなんあんだ。これ、回数こなしないと怒らないイベントだよね。確率だよね、今。エリカちゃん出てきたりもしたし。防御コマンドが存在しない炎。攻撃重視。風か。ってことは風なのか。いいえ、それは知らなかった。もうやったっけ、風って回復がねえのか。そっか。くっそ。かかとが折れたのは、もういいかな。さくらちゃんにしてもいいかな。さくらちゃん折れたことにするか。アイリスじゃ隠せないよ、多分半分ぐらい。背中についてるブースターは6。6つ。水目足から見える川は何だっけ、セーヌ川だよ。ただの運河。ただの運河。セーヌ川で見える。違う、ドナウ川だった。いや、ただの運河か、可能性としては。むずくね、ドナウだっけ、あれ、なんか言ってた気がするけどね、最初の頃に。セーヌじゃなかった。え、敵地強行用、強行突入用。これ6つ、まあ、簡単な問題ばかりですね、本当。簡単だぜ。この程度か、この程度か、中級といっても俺を失敗させるほどのことはないな。なんだっけ、ノクトゥルヌか。オッケーオッケー。全員敵が使ってたやつだから厄介だな。間違いそうだな。いけにね。股間から銃で撃ちまくる。乱打する。しーちゃんね。ここにグランマっているとしいよね。猫耳グランマ。違うあんのかな。猫耳。セレナード。裏インターネットの王だ。その印象が強いんだな、セレナードは。そっか。そういうことか。グリちゃん来たね。はい、グリちゃん。同じ問題か？グリちゃん、その問題は見飽きたぞ。
グリちゃん、ハマっていたものは男を落とすことだ。確率なのかな、やっぱグリちゃん。それとも半分？でも半分行ったことあるよね、絶対。半分あたりで来るのかな。これわかんない。正しくないもの。赤が違う。青地に黄色。違う、白地に黄色だ。くぅ。難しいよ。カラーリングやめて。次、些細なところやめて。細かいところやめて。あ、白地に黄色ね。はい。オッケーオッケー。忘れないでってことで。わかりました。なんか同じの、失敗したの来ること多いよね。え？ショコラケーキでいいよね。いちごのミルフィーユ。オッケーオッケーオッケー。大福は日本だろ、完全に。ノクトゥルヌの必殺技。ああ、悪の花ね。オッケーオッケー。で、これはエビアンさんね。なんかもう、気質の問題ばっかになってたな。まあいいかな、たくさん問題が見れて、それはそれ楽しいからいいんだけどさ。はい。カット覚えた俺はこれをカットするべきなのか。いや、カットしなくていいよね。5時間かかったらカットするけどさ、さすがに。別に全然いいよね。これは。これはいいですよね。皆さんもわからない問題を覚えてください。桜大戦、クイズ。え？ 2 回目？ほう。あ、違うか。今回初めてか。ハマってたものか。ハニートラップとかじゃないの？ユーノさんが。ユーノさんが意図せずやらされた。ハニートラップとかじゃないの？やらされたってか、なんていうか。気づいたらバイトの面接受けてみたいな。風ですね。はい。オッケー。林は標準なんだよ。全部あるやつ。日本刀ね。オッケーオッケー。そんなに引っ掛けない。そろそろクリアか。あと2問ぐらいか。サングラスの色、赤か。黒ではなかったっけ。わかったかった。今黒って選びそうだった。あぶねえ。静雄様から遊ぼうか。オッケー。なんとかできました。ありがとうございます。まあ、言うて20分かかってる。警察署に行ってみるざます。警察署ですか。次は。ローラさん出てこないのかね。なるほどな。これ、そうだよね。みんな家には戻っちゃってるんで、ちょっと一回日本大使館行ってみるか。サッコミーズさん。鉄壁のサッコミーズさん。やあ、小上くん。確か休日だったね。いいな。羨ましい。サコミズ大使はいつもお忙しそうですね。有能な秘書がいるからサボるわけにもいかなくて。これ多分カットしたと思うんですけど、どっかでなんか秘書に出かけてきていいかって言ったらダメって言われて書もくれた。このサコミズが帰ってくるシーンがあったような気がするな。多分カットしたところですね、まああれだですね。秘書と結婚するんだろうなっていう気がするけど、結婚してんのかな。もしくはすまないが今は忙しくて、まだ後へ来てください。そうですか、わかりました。なんかあんのかな、ジャン班長といい。なんかありそうな雰囲気だけ醸し出してるところが多いよね。警察署行くか。悪質状況になった。じゃあ次パート行きます。これは別にそのまんまいいでしょう。ノーカットで。じゃあ次パート行きます。